イチャンネル、こんにちは、まゆみです。現役高校教師ピアニストまゆみと申します。今私が弾いたのは藤井風さんのキラリの最後のサビに向かうところの転調です。ここ私すっごい好きなんですね。今日初めて私のチャンネル見てくださる方、どのチャンネルかわからなくなる前に、チャンネル登録をして、ご視聴を続けていただけますと嬉しいです。それではよろしくお願いします。今のね、店長ね、すっごいかっこいいですよね。あのね、藤井さんのファンってもういっぱいいらっしゃって、私は新参者なので教えていただきたいんですけれども、こういう店長ってクラシックであまりしないんですよ。する曲もあるにはあるんですけど、あんまりしない、ね、で音楽の楽しみって2つあると思ってて、一つは予想通りに行くって、次はこの音に行くかな、あ、上がってくんだなとか下がってくんだなとか、こうなるのかって、その通りになるっていうのがすごく楽しいっていうのが一つあるんですね。二つ目は予想外だっていうことです。藤井さんの曲ってもう私それの連続で、あ、そっち行くの、あ、そう、あ、そうですか、あ、あ、それありでしたね、あ、なるほど、あ、あーっていうことを私もずっと藤井さんのそれいつも聞きながら、もうそれがもう楽しくて楽しくてファンになりました。でもう一つすごいなと思うのは、藤井さんのこと皆さん大好きだと思うんですけど、専門家もみんな好きなんです。普通ね、専門家って専門家のことあんまり褒めないと思うんです、特に同じフィールドの方は。私がクラシックだから、まあ違うから、まあ安心してある意味褒めることできちゃうっていうことがあるのかもしれないですけど、例えば同じフィールドにいらっしゃる方も皆さん藤井さんのことすごくお褒めになるんですね。だからやっぱりもう叶わないなっていうか、もうさすがだな、違うなっていう、本物だなっていう感じなんです。もうこれで全世界に飛び出していかれると思います。すごい楽しみですね。なんですけど、私の視点ね、クラシックのピアニストとしての視点から何がすごいかっていうところをなんですけれども、やっぱり基本がしっかりしてらっしゃるということです。つまり音楽の基本を分かっていらっしゃる、でこういう言い方をしますと、クラシックの演奏家ってすごく上から目線だねって言いますけど、私に限らずクラシックでずっとやってきた人っていうのは、ほぼ一日の大半を、ね、演奏練習することで費やしてきてますから、もうそれはそうなりますね。はい、もうそこは上から目線で言ってるわけではなくて、分析的になるってことです。専門家はみんなそうだと思うんですね。はい、まあ、それもそういう風だと思って楽しんで聞いていただけると嬉しいんですけど、要するにクラシックの素養があられるってことです。非常にあられます。どんな楽器でも弾けちゃうみたいですし、お兄様も演奏家でらっしゃるので、素養がね、高校も確か音楽家でらっしゃると思いますので、そういう素養があられるんですけど、私がね大好きな動画があるんです。概要欄に貼っておきますので、後でご覧いただけたらと思うんですけど、藤井さんって10年以上前から投稿されていらっしゃって、ショパンをね演奏してらっしゃる動画があるんですよ。それがですね、幻想即興曲と、それから革命なんですね。革命っていうのは皆さんよくご存知だと思うんですけど、ちょっとすごく久しぶりに弾くので弾けるかしら。これですね。はい。これね、今見ていただいて分かったかと思うんですけど、右手はでこういう和音を弾いて、こっち左手が、左手のこれエチュードなんですよ。エチュードっていうのは練習曲って意味なんですけど、左手を強化して左手の練習のために作られた曲なんですよ。それがね、藤井さんね、もうほんと動画見てください。もう私ね、可愛くて何回も見たんですけど、それとともに自分がそういう発想がないっていうことにやっぱり驚いたんですね。ちょっと向き直りますね。はい、私編集はしないので申し訳ありませんけど、はい、これも楽しんでいただけたらと思います。藤
藤井さんって今の曲を全部右手で弾かれるんですね。で、これバカにしてるんじゃないです。本当にもう私にはその発想がなかったっていうところに非常に驚いているんです。だからそういうことなんだろうなと思うんですけど、動画を初めて見て、最初の3秒から5秒ぐらいの間、この不思議な違和感は何だろうって私気づかなかったんですね。つまり進行が逆になるので、なんとなく動きもなんか不思議な感じになるし、そのものすごい勢いで弾いてらっしゃるんですけど もうそれがですね、多少のミスタッチとかあるんですけど、そんなの全然気にならないぐらいすごい可愛いのね。であれを見た時に、ああ彼はそういう発想をお持ちで作曲の時もそういうことやられてるんだなっていうことが分かったんですよね。だから今のさっきのこのね、この転調ですね、こういう転調とかやれちゃうのね。でも非常にエクゾチックなお顔立ちで日本人離れしたイケメンさんですよね。で、PV なんかでも、特に祭りとか見ると、ああもう本当に全世界に飛び出していかれる方なんだな、そういうことも戦略に入ってるなと思うんですけど、戦略的にやってるっていう感じもしないぐらい非常に自然に、曲の中で行われてて、本当にこの人すごい人なんだなって思いました。もうね、ぜひね、その 全部左手のエチュードの革命をですね 右手ですごい勢いで弾いてるね 動画が本当に可愛くて、この人絶対 B 型だと思ったらやっぱり B 型でした プロフィールを見せていただいたら B 型でしたね。というわけで、夫人さんって、転調がすごいとか、いろいろね、こういう組み合わせって普通はしないよねみたいなこととか、でそういうことができちゃうっていうのは非常に基本がしっかりされていらっしゃるってことと、もう天性のセンスっていうのがあるっていうことですね。そしてそれがあまりにも素晴らしいから、専門家からも愛されていらっしゃるっていう、すごい稀有な方ですよね。本当に私がこの方絶対声質合うよねって思った曲、やっぱりほとんどカバーしてらっしゃいますもん。これ歌ったらきっと合うよねっていうの、やっぱりもう出てくるんですね。カルロス・トシキさんの「君は 1000%」とか、それからもうそれはすごい嬉しかった。それから初恋、村下幸三さんの初恋とかも歌ってらっしゃるし、あと海外の曲ね、私ぜひこれ歌ってほしいなと思うのがあるので、今度ああいう、なんて言うんですか、ライブなんかする時にこう、ね、チャットでリクエストできるようなことがあったら是非してみたいなと思っているんですけど、今日はね、前回の、動画で私ぎっくり腰で動けなくなっちゃって、2日間藤井さんを聴きまくってファンになった。できっかけは私のチャンネルの友情出演してくれてる、これを書いてくれたバイオリニストの秋子先生が、去年演奏したことだっていうことを話したかと思うんですけど、その藤井さんの魅力について、私ね、クラシックの、ピアニストである私からの、どういうところがすごくてかっこいいなと思ってて、ファンになったかっていうことを話してみました。そんな感じでね、これからもいろいろなことを発信していきますので、よろしければ、チャンネル登録と高評価をどうぞよろしくお願いします。それではまた別の投稿でお会いしましょう。Thank you for as always if you subscribe my channel and highlight it. I'm so so happy. So see you next post, another post. ありがとうございます。